おはようございます。ことパパです。今回はね、初めてイカダ釣りに来ています。イカダから野猿でアオリイカを狙います。それでは早速行ってみましょう。前回、謎の安い竿で野猿釣りをしている動画を見た釣り友のお兄さんからインターラインのちゃんとした竿をいただいて、一緒に試しに来てみました。それにしても景色もいいし、イカダって乗ってるだけでなんかワクワクしますね。なんかいるな。こんな天狗。めっちゃ反応ある。なにこれ。やっぱおるで、なんか。イカかな。イカのな、アジ。アジやで。いきなり、いきなり。いや、分からんけど。ヤエンダスか。ちょっと見てみるわ。アジかもしれんけど。あ、寝かかったんじゃん、また。どう。分からん。さっきからなんかこんなんばっかりやな。上がらへん。上がらへんわ。いや、上がってくるな。なんやこれ。上がるな。なんかにかかってんねんな、これ。もうかなんかあるんちゃうかな。ロープはどっち向いて行ってんやろな。え、これこっち向いて行って、うん、でも真下やで。そんな魚じゃない、暴れもせえもん。ああ、ゴミかな。これでなんか生き物やったらタコやな。タコか。こんな重さやった。でも負けてるからな。タコ？いや、ちゃやろ、ゴミやろ。あ、タコや。タコ、タコ。いや、ちゃやろ、ゴミやろ。あ、タコや。タコ。大きいで、これ。行くで。伸ばさない。あ、浮いてる。うん。行くで、伸ばす。伸ばす、伸ばす。やったー。なんか、いたつ。いきなりでっか。でか。あ、ちゃんとかかってるほら。うん。その力でよう触る。こんなこともあんねんな。写真撮ろう。釣れたで。イカツ2段ちゃうのって言わず。ちゅうかだいぶ下に折ってんな、こんなら。タコ。あ、タコが、タコがついてくるってことはな。あかん、でかこんなんもうほんまに無理じゃんよ。うわぁでかでか、伸びたらでかい。入る入る。伸びたらでかい。気持ち悪いけどでかい。だいぶでかい。これ写真撮りたい。面白い。あ、はい、というわけで初めてのイカダでアオリイカを狙いに来たんですが、釣れたのはタコでした。また機会があればチャレンジしてみたいと思います。それではまた、バイバイ。
回もう一回もう一回引いて、今の高さ良かった、もう一回やってから引いてくれ、もう一回やって、もう一回、そう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 、行こうで、はい来い、はい来い、もう無理やわ、はい行くでー、シュッ